太陽が沈んだ日。2002年7月25日、32年9ヶ月、私を大切に育ててくれた母との最後の時だとは夢にも思いませんでした。母の最後の一言、仕事を辞めたら家庭菜園でも作ってのんびりしたいなの何気ない言葉が今でも私の心に焼き付いています。午後8時20分、孫と2人でコンビニへ買い物に行く途中に誰にも考えられない事故は起きました。見通しの良い直線の道路で、しかもコンビニの前で夜でも明るい場所、車を路肩に止めハザードをつけバッグを取ろうと後部座席に体を入れた時、加害車両がノンブレーキで追突してきました。母の体を挟んだまま5、6メートル弾き飛ばされ、母は出血性ショックと骨盤骨折で即死でした。加害者は脇見をしていたと言っているが本当だろうか。前方不注意で片付けられた事故から9ヶ月以上過ぎた今でも加害者は未決中。日々私たちの無念の日は続く。二度と私たちのように無念な思いをする人が出ないように私は日々思う。太陽が沈んだ日。45年間ナースとして人の命を守り、定年後4年近く介護の仕事でお年寄りのお世話をしてきた母。人のために働いていた母が前を見ずに走ってきた車に殺された。いつも明るく優しい母だった。最後にありがとうともごめんねとも一言も言えぬまま母は言ってしまいました。最愛の孫の前でさぞ痛かったでしょう、さぞ苦しかったでしょう。長い間苦労ばかりかけて本当にごめんなさい。あなたは私たち家族の太陽でした。もう朝は来ない。私たち家族の太陽も昇らない。私が目を落とす最後の日まで私の心の太陽は昇らない。どうか安らかにお休みください。本当に今までありがとう。ごめんなさい。天国の母へ。思い出すだけで涙が溢れてくる。仕事柄いくつもの交通事故現場を見てきましたが、交通事故は体験しなければ人ごとの世界であり、実際に遭遇して初めてその悲惨さがわかるというのが現実です。私が見聞きした事故の中で思い出すだけで涙が溢れてくる2つの事故を記しておきます。交差点を横断しようとした小学生の女の子が左折ダンプに巻き込まれて死亡しました。ダンプを運転していた青年は現場でぐったりしている女の子を必死で抱き上げ救急車に同乗して病院に到着しました。その直後青年は女の子の死を知らされ病院の5階から飛び降り自殺をしました。病院で絶叫する女の子の両親、自ら命を絶った息子を思いその場にしゃがみ込んで悲しみに耐え続ける青年の母親、駆けつけた警察官もその悲惨さに涙があふれ唇をかみしめるだけで何も尋ねることができませんでした。
雨の日の午後、小学生の女の子が下校の途中、脇見運転の乗用車にはねられ死亡しました。葬儀が終わり、女の子の家族も親戚も虚無状態の毎日を過ごしていましたが、ある雨の日、母親の姿が見えません。家族、親戚が総出で探したところ、女の子が通学していた小学校の校門前で我が子の傘を持ち、いつまでも佇んでいる母親の姿を見つけました。女の子の父親から話を聞いた警察官は、辛くやるせない一日を過ごしたそうです。交通事故で家族を亡くされた遺族の方々の無念さは筆舌に尽くせません。車という便利な乗り物がいつでも危険な凶器に変わりうることを、私自身を含めドライバーの方全員が心に刻み、安全運転に徹することで交通事故の犠牲者が一人でも少なくなることを願ってやみません。ありがとうございました。本当に胸に響く朗読でした。朗読を担当しました小樽中央自動車学校の職員村上玲さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。では石谷さんには引き続き歌をご披露いただきます。先ほども紹介をいたしましたが、本日はオリジナル曲を含めまして4曲歌っていただきます。どの歌も後世に伝えたい名曲ばかりです。それでは石谷義明さん、よろしくお願いいたします。月末になるという茶の薄い給料袋の封を切らずに、必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでゆくのだった。仲間はそんな彼を見て、みんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても、ゆうちゃんはニコニコ笑うばかり。が知っているのだ、彼はここへ来る前にたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影に間に合わなかった。彼はその日とても疲れてた。人殺し、あんたを許さないと彼を罵した。被害者の奥さんの涙の足元で、彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。何もかも忘れて、働いて働いて、償いきれるはずもないか、せめてもっと毎月あの一人に仕送りをしている。
が僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。しゃくり上げたら彼はいつの手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく一年目に初めて奥さんから初めて彼宛てに頼った頼り。ありがとうあなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金をやめてください。あなたの文字を見るたびに主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも消えるはずもないあの人から返事が来たのがありがたくて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 。神様って思わず僕は叫んでいた。彼は許されたと思っていいのですか。来月も郵便局へ通うはずの優しい人を許してくれてありがとう。人間って悲しいね。だってみんな優しい。それが傷つけ合ってかわいいあってなんだかもらい泣きの涙が止まらなくて止まらなくて。どうもありがとうございます。先ほど自己紹介になりました地元出身の石谷義明と申します。今日はですね、皆さんがこの場に集まっていただいて、今日聞いた話、今日感じたことを自分よりお若い世代の方にぜひぜひ伝えてあげたらと思っております。今の曲償いという曲はさだまさしさんの曲なんですけれども、実際にあったお話です。音楽の中には喜怒哀楽いろんなものがありますが、この曲は私が知っている限り一番悲しさと、そして人間の優しさと許しをテーマにした歌い手としてはとても高みにある曲です。まあ音楽家としてこの曲を歌えたことはとても嬉しく思っております。次の曲はですね、今歌った償いの被害者の奥さん、人殺しあんたを許さないと言ったのに手紙を送った時はありがとうあなたの優しい気持ちはとてもよくわかりましたと書いた奥さんですが、そんな奥さんがその7年間どういう思いで葛藤をしてきたかの
ような音楽だと思います。それではそんな奥さんの気持ちに重ねてこの曲を歌いたいと思います。皆さんも聴いてください。会いたい。
どうもありがとうございました。会いたいを歌わせていただきました。先ほど私は舞台の袖で被害者遺族のお話を聞いていて、最後の言葉、ただただいまと言ってほしいというその言葉を聞いてですね、本当にそうだなって思いました。僕もかつて、まあ、交通事故ではないんですけれども、命を失いかけたことがありまして、その時にお帰りとかただいまって言えることが当たり前じゃなくて、とても与えられた大切な幸せなんだなっていうことがよくわかりました。で、次に歌う曲、まあ、続けて最後に2曲聴いていただきたいと思うんですけれども、悲しみから立ち上がる曲として最後は川の流れのようにを歌うんですけれども、その前に私のオリジナル曲、帰り道という曲なんですけれども、本来私はこういう場でオリジナルの曲を歌うのはあまり好きではないんですけれども、ただこの曲に込められたメッセージと、こう被害者、亡くなった人の思いっていうのはもしかしたら重なるんじゃないかななんて思って、この曲を選ばせていただきました。実はこの曲、帰り道というタイトルですけれども、最初のタイトルはただいまお帰りという曲だったんですね。ですからさっきあのお母さんのお話を聞いたときに、あ、この曲今日この場所に選ばれたんだなって思って、歌ってもいいんだなって思いました。この曲から見える自分の思い出の風景を皆さんぜひぜひ思い出してください。土曜の昼は息を切らして校舎を後に家路をかける、きっとご飯は母の得意で、僕らの好きな野菜ラーメン、道を越えてゆくと見えてくる青い屋根、庭で洗濯物を干してる母が揺らして海へ行く。
は母の得意な鍋いっぱいの野菜チャーハン。川を越えてゆくと見えてくる白い壁、庭で父の写真を拭いてる母が僕を見つけ、名前呼んで笑って待ってる。あの家はもう空き地になった、だけど今でも帰っていたい。あの幸せな土曜のとこに僕の心は旅を続ける。道を越えてゆくと見えてくる青い屋根、庭で洗濯物を干してる母が では最後、川の流れのようにお聴きください。知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠くふるさとが見える。でこぼこ道や曲がりくねった道、地図さえない、それもまた
どうも皆さんありがとうございました。3曲目に歌った帰り道という曲なんですけれども、まあ、この曲は私のオリジナルなんですけれども、今日ロビンの方で限定50枚で売っておりますので、もしよかったら買ってみてください。今日 のライブレコーディングのしたものの特典などもついておりますので、ぜひぜひ今日の思い出に、そして亡くなった方への供養、そしてもう一つは皆様がこれから生きていくために、いい時代、いい風景を思い出すきっかけになっていただければと思っております。本当に最後までお聴きくださってありがとうございました。石谷義明でした。朗読での素敵な演奏、そして素晴らしい歌をご披露いただきました石谷義明さんに、もう一度大きな拍手をお願いいたします。